皆さんこんにちは。なんかスプラトゥーンの、アップデートの情報がですね出てたので、ちょっと今日は読んでいこうかなと思います。すごいマンタマリア号みたいな、ね、マンタマリア号みたいな、あれだ、海の上でやるバトルですね。すごいカモメも鳴いてる、綺麗。おひょう海運、海運、なんか海で運ぶ運送業者だ。あ、終わっちゃった終わっちゃった終わっちゃった、早いな。ただなんかイカちゃんが戦ってないから、そこまでどういうとこかわかんないけど、なんか新しいステージってのは上がった。マンタマリア号みたいな、本当に何度も見ちゃってるけど、うん、なんか水落ち気をつけないといけないかもしれないね。潮が満ちたりしたら水が出てくるのかな。高橋経済特区、高っ、高層ビルじゃん。うわ、これタチオパーキングみたいに高いとこかな。高橋ガニ、深海生物の高橋ガニが多分モチーフだ。これ高低差いっぱいありそうですね。あー、高い高い高い、高所恐怖症にはちょっと怖いけど、すごいな。なんかビルの上からなんかクラゲが見てるし、あー、パラグライダーもいるパラグライダーいる、楽しそうだな。普通に楽しそうだなと思います。いいですね。え、すごくない？ステージ、普通にすごくない？高橋経済特区と、あと、あれだ、運用水のとこ、普通に楽しそうだと思ってます。で、あとなんかバンダイさんからスプラトゥーン3ステッカー付きリングスナックとか、なんかいろいろ出てるし、あとプレートとかもなんか新しいの出てるので、ちょっと面白そうだなと思ってます。はい、他はね、まあね、いっぱいあるんですけどね。イベントマッチとかもいっぱいあるし、あとね、私事なんですけど、スプラトゥーンの九州の甲子園の応募をしたので、応援していただけると嬉しいです。友達というか、そのなんか実況してる友達とかと一緒に出るので、まず応募が受かるとこからなんですけど、それができたらいいですね。はい、ということでね、頑張りたいと思います。